この年表の最後にでも伺いたかったのが、お子さんを育てられる中でその発言が切り取られてちょっと叩かれたりされてたようなことを伺ったんですけど、なんかやられてきて批判されたりとか、なんかアンチ的にネガティブに捉えられるみたいなことって結構多かったっていう印象ですか、ご自身の中で。もう出てる限りはそうですね、アンチの方が多かったとは決して思わないですが、そういう声があるのはもう全然重々承知していますね。結構それに対するこう対処みたいなのってされたりするんですか、それともそれはその自然現象として広まっていったらもちろんそれに対してああ積極的にファイトしたりしたりはしないんですけれども、やっぱりその燃え上がる時って、いろんなパターンがあるのでそれぞれによって違いますよね。一番初めでも私が食らってしまってびっくりしたのが、それこそこんまりが本を30冊しか持っちゃいけないって言ってるっていうので、ダーって言われて、もう本30冊なんてそんな無理なこと、なんかもうね、やっぱりそうたくさん本読んでらっしゃる方からすごいもう反発をいただいたことがあるんですが、もう一言で言うと普通にそんなこと言ってないっていう結構燃え方がシュールです。そうな、謎のどうでもいい切り取られ方で、そう、しかもガセネタに近いみたいな。そうです、私がたまたま自分本の中で自分が本の片付けをした時に残ったのが30冊でしたっていう記述から、多分誰かが言ったらそこがなんか誤解されたとかもあるので、その時点で、あ、とにかくなんだろう、もうこれは私がだって言ってないことでもやっぱり燃えてしまうことがあるっていうのが一番初めの経験だったので、私でもちろんいろんな取材とかでそういうことについて聞かれて、もちろんちゃんと釈明というか、あれは誤解なんですよっていうのはお答えしているんですけど、それも自体はみんなに届いているわけじゃないし、もう あの人は30冊しか持つなって言ってる人だってずっと思い続けてる人が結構いるわけじゃないですか。だから大前提として、その自分の考えがもう正しく伝わることは幻想であるっていうのは心の中にいつも留めてますね、うん、しかも説明したり釈明したりすると下 で、 そ、 うなんです、そのテーマ自体は広がっていくの で、 そうなんです、どうしても誤解の側も広がっていっちゃいますもん、ね、逆にまた30冊しか持つなって言ってるっていう情報の方が逆に広がっていっちゃったりするので、うん、これはね難しいなと思いますけど、これ成田さんどうされてます？僕は自然現象として見物してる感じですね、うん、自分の場合そもそもなんかしっかりこれを伝えたいみたいなものがそれほどないタイプの人間で、うんうん、何かを主張したいというよりは、むしろそういう主張もあればその裏側もあるみたいな、うん、賛否両論そのものを提出するみたいなことに興味があるので、うんうん、なんか誤解されてそれが燃えたり怒られたりしていたら、それはその意図の範囲内っていう感じですかね、うん、もうそれもじゃあ社会現象の一つみたいなっていう感じですかね。まああと自分の場合はやっぱ人前に出るとかってのはそんなに何かやりたいこととか伝えたいこととかがあって出てきてるわけではないっていう部分がありまして、うん、成田さんなんでこの番組やられてらっしゃるんですか？うん、それが永遠の謎なんですね。いや、人とお話ししていろいろ聞くと、うんうん、ああそうなんだっていう学びがあるので、うんうんうん、なんか人に食事に誘われたり飲み会に誘われたら行ってみるみたいなのを結構延長線上でやってるっていうと、多分スタッフの方すごい怒ると思うんですけど、そんな感じのノリなんですよね、うんうんうん、だからなんか世の中で炎上したりしてるのは、なんか飲み会とかでなんか盛り上がって謎の激論みたいなのスタートしてることあるじゃないですか、うんうん、それを見てるのとそんなに変わらないっていう感じかなという感じですかね、うん、
でもだからじゃあこんまりさんの場合もその 意図が伝わる切るとは初めからあまり期待せずに、はい、まあ、そんなに期待しすぎずはあの気に しすぎない。いや私はそれで言うと成田さんよりは気にするタイプですね。やっぱあの私そう、まあ、メッセージ終わりになります、ね、メッセージがあるので、はい、ね、誤解されるとあーっては思います。もちろん大前提としても無理なんだっていうことは知りつつも、はい、そうですね、自分の伝えることは伝える、でもこれ以上言ってもしょうがないなっていう時はあの普通に引く感じですが、でもその時最近よくあるその対処っていうか考え方として、うんうん、伝わってしまう範囲とか人数が多くなりすぎない方がいいって考える人がすごい増えてると思うんですよ、うん、でやっぱりあの伝わるべきでない人とか、うん、あのリーチしてしまうと必ず誤解されたり、うん、あの混ぜるな危険的な状態になるっていう人は必ずいるので、どうそこに届かない範囲でうまくまとめるかっていうのが大事っていう考え方もあると思うんですが、なんかそういうあの伝わる範囲とかあの関わる範囲みたいなものをうまく制御するみたいなことって考えられたりしてますか？私も一時期やっぱり考えたことありますね、あの本当におっしゃる通りで興味ない人にも届いちゃうから、はい、あのね、批判を受ける分量が多くなるっていうのはあるので、この片付けまた中身あんま中身にはそもそも興味なくて、あの見出しに対して切れるのを準備してる人たち大量にいるじゃないですか。だからそこにこうどう届かないようにするかっていう、でもそれはそれで結構絶妙な力加減とか方向感覚が要求されるので簡単じゃないですよね、まあ、という深めの話をしてきたところで、はい、ちなみにあのスタッフの方がですね、はい、テレビっぽい質問リストというのを、本当ですね、あのチャット GPT の力を使って生成されたらしいんですよね。でも思ったのはときめくっていう言葉をなんか最初に思い浮かんだ瞬間とか、うん、最初に使い始めた瞬間ってなんかはっきり覚えてらっしゃいますか？あります。これも明確にあるんですよ。これもともとときめくっていう言葉は実在していなくて、はい、あの残すものが大切なんだっていうのが分かっていったんですが、なので片付けレッスンの中ではこれ持ってて幸せですかとか好きですかとか聞いてたんですね。ただなんかあるお客様をやっていた時になんかすごく進みが遅かったんですよ、まあ、あの本当に20代の会社員の女性の方でその初めてのレッスンだったのでお洋服の片付けのレッスンをしていた時に好きかいや好きな気もするしみたいな、なんかいろんな聞き方をしている中でなんかこれ前来たのいつですかとかいろんな質問をしていた時に本当にふとそれって持っていてときめきますかって聞いたらその瞬間いやときめくかって言ったらときめかないですって言ってさっと判断できたんですね。で、あ、いやこれもときめくかって言ったらこれはときめくっていう風にときめくっていう言葉問いかけにした瞬間その方の判断能力がピッピッピッってすごいスピードで進むようになった瞬間があったんですね。でそれ以来あこの言葉だっていうふうに確信してそうこのときめくってその頭だけではなくて身体感覚も含まれる問いかけなんですよ。ときめきって心がとか細胞がキュンってこう上がる感じを含むじゃないですか。だから幸せとか好きかっていう言葉よりも体が動くんですね、うん、だこれによってときめくっていうあの言葉の問いかけにすると持った時のその体の細胞の動き方に着目することになってそうするとね分かるんですよ。じゃあ目の前にいる人からその細胞レベルの感度の高い反応を取り出すための質問として最初は出発したって感じですか？そうなんです。そこからときめきっていうキーワードがそのこんまりメソッドの一番のキーワードになったんです。実はあのこのアメリカでその私のメソッドがこのたくさん伝わったことの要因の一つがこのときめきっていうキーワードなんですよね。このときめきを英訳したのがその翻訳作家さん
私が考えたんではないんですけれども、その私の本を翻訳してくださったキャシー平野さんっていう方がいらっしゃるんですが、この方あの絵本作家の方なんですよ。絵本の作家の方が翻訳されてる。絵本の翻訳をされたりするので、だからそのときめきっていうのをどういうふうな英語で訳したらいいんだろうっていうのを本当にいろんな単語を組み合わせて考えて、スパークジョイっていうキーワードを考えた時に、そのスパークジョイっていう感覚とその日本語でいうところのときめきのそのががっちりあって、それによってその英語圏の人たちにうまく伝わったっていうのが実はアメリカで広がったことの一つなんですよね。その翻訳による部分も結構ある。そうなんです。でも確かにあの絵本の翻訳って一番誰にでも伝わるような言葉の変換っていう意味でなんか一番繊細な気がしますよね。最近僕初めて絵本の翻訳って一冊だけやってみて。あ、なんていう本ですか。あの挫折しそうだったら挫折しようっていう意味不明の放題なんですけど、もともとあの英語のタイトルが、うん、When things are not going right、うん、then go left っていうタイトルで、だからなんか物事がうまくいってない時は、うん、ちょっとあの方向転換してみようっていうようなタイトルなんですよ、うん、なんですけど英語の場合そのうまくいってないっていうのをその、うん、go right っていうじゃないですか。でそのライトってなんかうまくいってるとか正しいみたいな意味もありますけど、うん、別の意味で右っていう意味もありますよね。あ、なるほど。でそれとかけて左に進もうみたいなタイトルの本なんですよ。でそれをどうやって訳したらいいかなと思って無理だと思ったんで挫折と挫折でかけるっていう親父ギャグみたいなことをやってみたんですけど。いやでもそれ素晴らしい訳ですありがとうございます、うん。でも思ったのはその過程でいろんななんか絵本の翻訳みたいなの見てみて、あ、これはなんかものすごい難易度の高い作業だなと思って。子供でも分かるこの言葉で、しかもこうそれこそ絵本ってこう体なんかあの口に出して面白いかどうかとかも結構関わってくるの で、ね、だから言葉が単純でしかもなんか、ね、リズムとか、うん、あとなんか見た目の長さとかバランスとかも大事じゃないですか、うんうん。それをなんかそのまま訳すってすごい創造的クリエイティブな作業だなと。なるほど。じゃあその絵本の翻訳で培われたセンスも、そうなんです、それのおかげで実はこんまりメソッドの世界進出に関わっていたという。そうなんです。そこから次の目標は何ですかと書いてあるんですが、なんかこの時代まだ僕たち人生の普通に行くと折り返し地点にもたどり着いてないわけじゃないですか。そうですね、気づいてみるとこっからどうやって生きようかみたいなこと考えられることありますか。今もうあの昔のように何かこう数値を設定して目標を設定して追いかけるっていうのは実は今やってないんですね、うん、なんかそういうのはその目標を設定して追いかけるっていうのは私自分の人生の中でその100万部突破でなんか以来なんかあとはもうなんかが抜けてしまった気分になって、とにかくその後は与えられたものを答えていくみたいなのを長く続けて今いるんですけど、なので次の目標自体は実はパキッとは決まっていなくて、本当にこう引き続き本当一人でも多くの方にこの片付けの価値を伝えるっていうのはやっていきます、うん、でもあの今80歳とか90歳まで人間生きるようになってるじゃないですか。でと考えるとやっぱすごく大きな問題の一つがあの暇とか退屈みたいなことって大きな問題なんだろうなと思って、うん、特になんか多くの人人生の後半になっていくと孤独になってかつ時間があるみたいな状態になっていくじゃないですか。で人間ってやっぱりあのもう50代ぐらいからどん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 人と過ごす時間って減っていくらしいんですよね。でそういう時にそのなんか人生の後半みたいなのをどういうふうになんか充実感で埋めていくかみたいな問題ってすごく大きいんだろうなと思って、そのなんか時間を
逆片付けするみたいな、ね、人生の後半そう考える方ほど私も片付け、もうやっぱり片付け本当言うこと片付けしかないのかっていう感じなんですけど片付けしかないんですが、でもね、あのそれこそあの写真の片付けは老後の楽しみにとっておこうって皆さんおっしゃってたりするんですけど、今やるのが、ね、老後の楽しみにとっておこうっていう気持ちがあるのだったらやっぱり今あのした方が、まあ、私こう今までの経験だとおすすめで、なぜなら老後で私がなぜかというと、あの皆さんそうやっておっしゃるんですけれども、実際にそのじゃあその写真の片付け今が老後だと思ってやりましょうっていうふうに言った方が一人残らず今やってよかったっていうか、もっと早くやっておけばよかったっておっしゃるんですよね。なぜかっていうと、そのもうその老後というか残された時間自体を、まず片付け自体って実はあの一気にやれば、例えば1日だったりとか、まあ、丸3日かけてやればできるものなんですけど、うん、残りの人生全てがそのもう自分が選んでときめくものになった思い出を振り返る、ちゃんと味わえる時間になっていく、だからその価値を早くから味わっておくと、皆さんやっぱり写真の片付け早くやっておいてよかったっていうふうに皆さんおっしゃるので、まだやってない方がいらっしゃったらおすすめ。やってみますちなみに番組ホームページではノーカット版の配信もしています。番組が大赤字で大変です。ぜひ皆さんカンパをよろしくお願いします。でも今それ伺ってる思ったのは、はい、デジタル片付けについては、うん、メソッドみたいなのを終わりになりますか、ね、どんどん写真もデジタルが増えてる、うん、で過去のやり取りとか、こうなんか人生の中でデジタルなデータとして溜まってるものの割合でどんどん増えてるじゃないですか、うんうん、こっちが収集つかなくなってるなっていう感じがあって、写真の方は本当に例えばもう今の時点で完全に追えないくらいなんか10万枚ありますとか、そういう場合はあの選べる道は2つあって、全追いするか、これ今後以降からにするか、その過去の部分は全切りしてしまってっていうのどちらかですね、はい、いやだからその全切りが大事なんじゃないかと思ってて、うん、あのデジタル空間に漂う黒歴史みたいなものってすごいじゃないですか。だからなんか今流れてるドラマで、あの娘がお母さんの過去を知るために、あのお母さんの過去のミクシーの日記とかをほじくり出すとかっていう悪夢のような設定があって、結構あのデジタル空間だからちょっと溜まってるデータのなんか繊細さっていうか、見られたくない度合いみたいなものがあまりにも高まりすぎてて、なんか20年前の LINE とかほじくり出されたら結構悲惨なことになるような気がするんですよ、ね、自分のならまだしもね、人類の平和のためにちょっと一定時間ごとに全消去されていくっていう制度とかを導入した方がいいんじゃないかっていう気もしてきてるんですよね。でもその一方であの長い千年とかいう単位で残していくっていう遺跡とか、うん、なんかあの文化財的な重要性みたいなのあるじゃないですか。だからなんかデジタルな時代に何をどこまで残していくか切っていくかみたいなのも、そうですよね、難しい問題で望ましいの本当にもうあの、まあ、誰かが全消去しちゃうのがね、あの前科悪化は置いておいて、やっぱり自分の分は自分で片付けるのはもう望ましいですよね。消すなら自分で消すなら自分で消してしまって、でも写真で言うとあのデジタルの片付けに関しては私自体が直接指導することはないんですが、あの実際にその物理的な片付けを終わられた方が皆さんちゃんとデジタルの片付けもしたいっていうやっぱり思う言ってくださって、そういう場合の時はもうあの基本一気に片付けるっていうのをやってますね。例えばもう写真を片付けるんだったらもう今からあの2時間とか3時間撮ってひたすらこうあのポチポチ好きなものにだけハートマークをつけていって、それ以外をダーッと消去していくっていうのをやる。ただすごい果てしないです。やらなくてもいいかもしれない。
ちょっとバッサリ消去しようと今決意を固めました。ね、聞くとちょっとね、じゃあ自分は捨てようかなとか決断できますよね。いや、これで黒歴史が少し消去できたかなと思う。ありがとうございます。なんかあります？すみません、なんか聞いてしまった。いや、聞かない方がいいかも。いや、ちょっといろいろやばいものが混じってるんじゃないかな。いや、もうやばいものに思い出せないぐらい過去のものってすごいじゃないですか。だって最近スキャンダルとかも結構平気で10年前とか、なんか15年前とかのなんとかとか掘り繰り出されてきますよね。まあ、と考えると、みんな全消去しよう。まあ、ということで、なんかそろそろ締めのお時間のようなんですが、はい、僕最後に1個だけ皆さんに伺いたいことがあって、はい、あの人生をどう終えたいかっていうのにちょっと興味があって、終えたい、なんか最後なんかこういうふうに人生を片付けたいと か、 なんか締めくくりたいみたい な、 なんかイメージって終わりになったりされますか？それともそんなものを全然考えてない？でも人生を考えた時にちゃんとね、あ、自分の役割果たしたなって思っていきたいなっていうふうに思ってます。もうだいぶ果たされてるんじゃないですか？果たしてるかな。なんか、そう、なんかよくね、人生で大切なこととか、なんか自分がときめくこととか、ね、自分片付いてることとか大切なことってあるけど、ね、自分の役割できてるのかな。なんかできてるんだったらもうなんか何も来ないはずなんですけれども。すごい謙虚感にあふれていらっしゃいますよね。そうですか、はい、もうちょっと偉そうにしていただけると。偉そうに、ね、こっちがなんかツッコミどころ見つけられて辛くなくて済むなと思いますね。辛いですか？辛いですか？いや全然もう本当にダメなるとこだらけですけどね。完璧でずるいな。全然ですよ。多分今日はこのいい、私のちょうどいいところをいっぱい聞いていただいたので、すごくいい番組していただいて、いえいえ、ありがとうございます。ということで、はい、今日のこんまりさんとのゆるゆる雑談を片付けたいと思います。はい、片付けノイズローゼから、はい、ど根性営業ウーマンを経て、はい、世界のこんまりへと至る経路を伺ってきました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。改めて成田さんとお会いして、この時間お話ししてみて、印象って変わりました？はい、とってもお話ししやすかったです。はい、すごく長かったですよね。結構2時間弱ぐらい。こんなに人と長く喋ったの初めてです。一番印象に残ったお話みたいなのってありますか？成田さん自身の、例えば研究学者さんとしての、例えばそのインドの工場のお話の例を言ってくださったりとか、その私の専門外のところでいろんな例を出してくださった時に、すごく助かるなっていうふうに思ってしまうし、あ、そういうデータがあると説得力が増すのかみたいな、私自体が割とこう感覚的に話したりとか経験値でお話をすることが多いので、これがちゃんとこう学者さんというものなのかみたいなっていうところで、とても勉強になりました。ちょっと家に帰って、はい、こんまりメソッド、ここで試そうみたいな思ったこととかってあったりします？でも自分結構そこそこ実行できてるんじゃないかと思ってて、時々火がついたように目のつくものを次々ゴミ箱に叩き込んでいくっていう能力があるんですよ。それで時々家族にブチ切れられてるんですけど、まあ、だからこんまりメソッドを実践するのと同じぐらい、それを実践した時に作り出される家族からの怒りをどう片付けるかということを考えないといけないなと思いました。